髪切眼鏡初あガチ本当？トそんなにしてなかったイエーイ眼鏡買い替えたいんですけど買い替えたいえ今日ほーん <laughs> ほんこはですよねそうてかコンタクトやったんやうバリバリコンタクトかわちいいイエーイ福岡前乗りはいいですね福岡当日券あるみたいなんでねぜひお住まいの皆さんはぜひ 黒縁が買いたいですね、次。買うなら。カラコンそういうこともよくあります。なんかいつも、あのかかとに靴擦れができるんですけど。今日は親指の付け根に。こんくらいの靴擦れができました。痛いです。そう。直美さんに眼鏡選んでもらう。なんか。 でも、青海さん、ちゃんと似合ってるのを選んでくれると信じています。メガネのドア合ってますよ。俺は乱視も強制、矯正、矯正っていうか乱視用でもあるので、ちゃんとあのブレブレにならないです。ハナ <laughs> さん、TikTok 見てないえ、見えます。<laughs> 親指の付け根に靴ずれって、どうやったら自分でもできるのか分かんないんだけど。 昼の1四時から飲んでるわいいさすがにベロベロでしたっていいななんで今日は飲んでるんですかさかは今日焼けました絶対に焼けました <laughs> そう眼鏡、ね、変わっち口内の中止全然良くない 靴あってないんちゃういや、合ってないんですよ。あの、ローファー履いたんですけど、今日は。そしたらめっちゃね、あの靴ずれてきました。もう初めてローファー履いて、こんなところに靴ずれができました。いつまで夏休み今月末ですね。FC ギフアウェイの、F、AC 長野パールセイロ戦で1、3とリードしてますね。そう、配信始める本当に直前に村田選手へのゴールが決まりましてですね、3、1になりましたけど、今日も勝ちそうです、アウェイですけど。イエイエイ 月曜日のパリオイベント楽しみ私も楽しみです長ちゃんは足のサイズ2 3ンチですあと半月くらいやねそうなんですよあと半月しかないんですけどマジ遊びに行く予定が何にもないでも暇な日も一日もなくてみたいないいことですね <laughs> 雷雨の中買ってるんやそう雷雨でね今日時間押してたらしいんですけど長野長野がすごい雷になってるらしいんですけど も結構場所によっっっててなるっぽい野球はあんま見ないですねローファーっていつも履いてるんじゃないいつも履いてないんですよいつもスニーカーなんで長さが学校行くとき白スニーカーなんだトレード諦めないぞ最後まで諦めないことが大事です トレード申し込んだんだけど12時1分だったんだって。ピエン。終わってるやん、抽選。<laughs> 10月22日の東海6部完売していたね。だって、えー、そうなんですか。ありがとうございます。あれですね。LJK3 人で制服着る日ですね。皆さん、この日会いに来なくてどうするの会いに来なくてどうするの宿題終わった宿題は、 <laughs> 宿題はわかんないです昨日美代丸さんの配信で他のメンバーの名前言うのは私だけにしてって言ってただってえやっぱさ重い方が嬉しいですか皆さん的にはどうですか、まあ、中坂的には中坂が結構他のメンバーの名前を出して配信をしてしまうので反省中反省中 <laughs> はい。 軽い方がいいです <laughs> 嬉しくないと思うよ <laughs> みおまるさんのファンは嬉しそうガチメガネです来週月曜日からプロ野球チップスの第2弾が発売になりますあそうなんですかちょっと見つけたら買いますあ、まだ4人残ってるすげー 京都明日と堺広小路の夏祭りやってる。あ、そうなの。あれ、土祭り、来週じゃなかったっけ。え。 <laughs> このメガネいつ作ったもう1年くらい前だと思うでも意外と見えます全然見えますあんま外で見えメガネ使わないんであれですけど普通に見えますえー、そうなんだ境込んでるんだ今日境行ってないんだみゆちゃん私の名前のアットマーカー後ろ取ってもいいだって取らなくていいよ 危ない明日栄行こうかなだって人混みは得意ではないので眼鏡は持ち歩かないですコンタクトでずっと生きてます今日はめみ咲行ってきたのいいなメンバーの前でその眼鏡ネがっ見せてますか 新幹線乗ってる日とかは眼鏡のこともありますコンタクトはいつから中学3年生の秋くらいですかね卒業後のおしの今もあって泣きそうになりましたあそうなのよかったねそれはいいなはずみ咲美も行きたいな大あさり食べたーい 目2個しかないそう視力はどれくらいって言われても難しいんですけどコンタクトにしようと思った理由目が悪いからコンタクトにせざるを得なかったからです 目はねどんくらい悪いかな今メガネを外すとこの距離だとショールームのコメントは見えますこの距離だとギリギリ見えます一番後ろまで下がると見えませんここだと見える ここだと見えないみたいなもう結構ガチで悪いダンスあ取るのは得意です入れるのは苦手です明日から出張なので全然準備が進まないありますよねそういうことあるある長ちゃんも老眼長ちゃん老眼かもしれない あテロップのしたいことはあのー、献血に行きたいんだ <laughs> なんかこの前ね6月に献血に行った時はなんか結構あの血圧がまず低すぎるっていうのと血液の流れがなんかすんごいゆっくりらしくて「<laughs> 献血に向いてないね」って言われてなんですけどこうリベンジマッチをしに行こうかなって思ってる。 いや違うの本当に献血がしたくて本当に献血がしたいんだけど、はい、自分に害は全くなかったのでちょっとリベンジマッチしたい。 体温温めてくださいもう、ね、献血行ってもね温かい飲み物しか飲んじゃダメなんですよみんなかもしんないけどそう低血圧ですとってもそう ハリオ公園2列目ほぼセンター当選しましたおめでとう頑張ってください頑張ります体重はマジで増えないから 400ml はできないんだけど藤岡決めた岐阜4点目わーいえすごいすごーい,すごーい これワンチャンあるよね J2 昇格ドラゴンズ今日二人も頭に直撃してる大丈夫、えー、血液抜かるところ見たくないです針が刺されるところも見たくないです痛いですもうの注射大嫌いなんで基本的に採血とかも本当は好きじゃないんだけど でも、あの献血は大好き。ね、見ないと逆に嫌じゃない。いやいや。顔をそらします。とっても。献血の時、ビシッと化粧を決めていく女子がいた。でも献血意外とたくさんの方が来てらっしゃるので、こう意外となんか人が多くて緊張しますね。 <そ>うん <laughs> と、この前、私はのりたけの森の献血ルームと栄の献血ルームに行ったことがあるんだけど。一番気になるのは名駅の二つですね。ゲートモール、ゲートタワーとゲートモールタワー。分かんないよ名駅に二つあるんですけど、ここはすごい綺麗とよく聞くので、ここは行ってみたいですし。えっと、名古屋だと大須とかにありますから。 していきたいなって思います。そう。そうのりたけのイオン。のりたけのイオンに入ってるんですよ <laughs>。そう。メイクのところめっちゃ綺麗って聞きますよね。え、場所によって違いあります、あります。お菓子がもらえるところもあれば。アイスがもらえるところもあるし。 なんだろうね献血ルームの雰囲気とかもなんか全然違いますそう,そうそうそうスタンプラリーでもしてる気持ちはそんな感じです髪の毛が茶色っぽいいいほんと今日もマジじ一日中火の下にいたんだよねだからガチで焼けた <laughs> そう アイスがいい酒井はちなみにアイスでした酒井矢場町のところです酒井と矢場町の真ん中にあるところですそうでとのりたけのイオンはお菓子でした大酢は自販機の飲み物とお菓子がありますへぇーそうパクチー食べたことない 何のアイスあのセブンンティーンアイスとかキットカットとかそういう感じですね「亀戸関当たったの長坂亀子頑張ります」って頑張ってパクチーはやばいんだえー、どうやばいのパクチー食べたことないなんかうまい具合に避けて生きてるわ。 ゲートタワ iPad があって YouTube とか見ながら献血できますあそれで行ったらのりたけもんですよのりたけすごいめっちゃねあの月額会員サービスのサブスクたくさん入ってる栄 <laughs> はどうだったかな栄はもう一生ソリティアをして時間を潰してたんで <laughs> なんかソリティアの記憶しかないえ岐、ー、阜5点目だって めちゃくちゃゃく調子いいやんすご今日対戦相手長野なんですけどね長野は勝ち点が2点差しかないって言ったから多分1個下のね順位にいるんですよそうだから結構こう接戦の相手だからちょっとどうなるかなって思ってましたけど嬉しいですね献血ってどれぐらい時間かかるの ?200ml だと30分くらいで終わるしめっちゃ秒で終わりますあもう終わりみたいな。 この前あの成分献血した時はめっちゃ時間かかりました1時間ちょいかかった気がするなんかそもそも私血圧血圧検査で止められるんですね2回くらい <laughs> ちょっとごめんなさい血圧が低いのでもう一回あったかい飲み物飲んでからちょっと体温めてからもう一回測りましょうって言われてあの <laughs> やってるんであの2回くらいいつも血圧で止められちゃうんですけど そっからはまあ一時間くらいですかね、うん、そう。そっちも圧でいけるといいのにねなんて <laughs> 私別に圧をかけてないそんだけ低血圧なの この前は多分機械の故障ですけど29って出たんですよ <laughs> で。でなんかもう周りもびっくり言う。えに ?29? みたいな。えにに 29? みたいなって。<laughs> あの、測り直しになりました <laughs>。そう。まあ大体、まあ、50、60いかないくらいですかね。40後半から。 60いかないくらいまでですかね血圧100超えたことないんですよ私上が <laughs> そう細かいなえガチガチ <laughs> そう低血圧ですだから朝が弱いんだ そう君は低血圧だからイエスやおきが苦手なんだろう大丈夫落ち着いてはにあうのちゃじゃじゃらららんあ関係ありませんよ そう。少し生活習慣の見直しをした方がいいのでは、でも別にその不規則な生活習慣をもう送っているわけではないので、なんか元が本当に低血圧なんだろうなって。勝手に思ってます。<laughs> 中坂さんのジッパー中坂さんのジッパー授業は <laughs> 献血の前の日食べちゃダメとかあったりする食べちゃダメはあんまないんじゃないかな薬とかはとか予防接種とかは結構あるけど食べ物系はない気がしますむしろ何か何分前 とかに食事取りましたみたいな今日朝ごはんとかお昼ごはん食べましたみたいな聞かれますよ <laughs> セクシー系中坂にセクシーを感じたことありますか <laughs> 珍しい血液なんだ それはねあのあれですよね結構大事なやつですねちゃんとお父さん周りに伝えておかなきゃダメだよってよく言われるやつです、ね、頑張るだよ <laughs>、うん、うん 酷な質問、酷な質問。<laughs> え、くまさんの写真集まだ見れてないんですよ。どこで見れるんですか。みーちゃんは全部制服の写真集がいいな。<laughs> 問診票みたいに書けます。書けます。 RH プラスですだって分かんないんですけど4つの血液型以外ちょっと分からないから分かんないんですけどそうちょっと難しいですよね血液型ってなんか結構あの調べていくと結構いっぱいありますよね <laughs> 最近大人みゃんになってきたあ本当にたまにルーム来るといつもニヤニヤしてる中ちゃんいつもニヤニヤしてますか変 <laughs> 変な人じゃん <laughs> 変な人人じじゃゃんん <laughs> 全国の制服にチャレンジする写真集えでもさちょっとやりたいよねなんか名古屋市内の高校の制服をいっぱい着てみたい同級生の家回ろうかなピンポーンってあの。 あの中学の時の同級生なんですけどみたいな制服を着させていただけないですか <laughs> <laughs> 名古屋ってどこの制服が可愛いんだろう私立だとね女子校なんだけどなんだけどめっちゃ難しい名前なんだけど めっちゃ可愛い制服のねところがあるんですよだっけななんか聖カピタニオ学園みたいなところがあるんですけどそこの制服めっちゃかわいい4体ですうちょっと調べてみてほしい超かわいいから。 カピ,タニオですカピタニオ学園誰が残ってるゆずさんとみおまるさんとゆうねちゃんと池田です <laughs> 昨日公園であみちゃんが釘付けウインクの時にウインクしてた中坂さんウインクできる できます今まで来た制服で好きなのは個人的に好きなのはニューエイジャーですかねニューエイジャーめっちゃかわい私ベストない人だったベストないリボンだったんですけどなんかその形が一番好きかもしれないかわいいなって思いましたチーム E の公園の制服かわいくないですか <laughs> あれ半袖の衣装が好きですね私 そう、夏服派ですそう今のチーム E 公演の制服衣装めっちゃ好きセーラー服とブレザーどっち派え圧倒的ブレザー派だったんですけどこのもう制服を着られなくなる今私が着たいのはセーラー服です 最近気づいたんですが新公園のレ玲ちゃん可愛いですね新公園のレ玲ちゃんって美ちゃんはいつでもかわいいですよそう前のめりの制服は着たことないかもそう カーディガンあ,り好きあーパーカーでかなパーカーかわいかったよねそ,うそのメガネ大きいから視界良好そうやねだって良好だけどあの鼻のねこうここにかかるじゃないですか私ここがあまりにもねなさすぎてねメガネ落ちてきちゃうんですよすぐそう妹のセーラー服を乗りできたことあるだって <laughs> どういう状況かわかんないですけど, <laughs> どういう状況でもなんかさ 小学校おわ中学校のなんか三層階みたいになるじゃないですか三年生送る会って言うんですけどそれでなん,かなんか演技みたいな劇みたいなのをやるんですよ大体送るためにね三年生の思い出の劇をやるんですけどそれでよくなんか男の子が女子のセーラー服を着てたり女の子が男子の学ランを着てたりみたいなのは見たことあるかも。 長坂は劇とかやりたくないタイプだったので <laughs> あの、席に座って見てました <laughs> え「えしたい」「ルーズソックス知ってるよ持ってる持ってる」そう学ラン着たことないの目もない クルミン可愛いよな絶対。中学の卒業アルバムコスプレで妹のセーラー服着て写ってます。だっていい楽しそういいな。文化祭でチャイナ服着たことあります。えみんなの青春がなんかいいみんなの青春話聞かせてよ。 学校の劇で選ばれてませんでしたっけなんでそんな覚えてるんですか選ばれたわけじゃないいや学校休んでたらあのー、なってた <laughs> <laughs> チャイナ着たよだって、えー、いいじゃん楽しそうがくらの中に着込めるから冬は強いだってさ長ズボンだし長袖だし羨ましかったよね羨ましいよね。ね <laughs> なんか中坂はあのタイツが好きじゃないのでなんかタイツを履いて学校に行ったことがないんですよないことはない中1の時は履いてたけど中2から可愛くないと思って履かないかったからあのー、ちょっと羨ましかったおじさんだだってまだ青春そうだよ 死んだらどうなるんですかそれでも青春は続くんだですからね模擬天いいな楽しそうじゃんちょっとみんなの青春エピがいいですね 黒タイツはお嬢様かってよくない,い私は好きじゃなかったかなそもそも中学のその何て言うんですかねスカートの丈って可愛くないじゃないですか膝下とかだからそれになんかもうそれを履いてるのがちょっともううーって感じでした高3の文化祭でベルギーワッフルの模擬店出しただったいいな今年の文化祭は食べ物があるのかな ワンちゃん私ね去年一昨としって食べ物の模擬店ができなかったんですねそうそうコロナでなんか今年はあるといいですねよく考えたゼロポジもう少しで最終回やんそうです今日は討論会第2弾ですから皆さんぜひ見てください11時から合唱の練習でめっちゃ女子に怒られたはーい私もめっちゃ怒られて先生に持ちこられました <laughs> あの合唱んは嫌いじゃなかったけど なんか好きじゃなくなっちゃって途中でそうねえめっちゃ怒られました今日誕生日でしたおめでとうハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイディアフフフフさんハッピーバースデイトゥーユーお誕生日おめでとうございますお誕生日おめでとうございます 中坂美優ちゃんの好きなところをえー、好きなところを1,000個 <laughs> 見つけて1,000個を見つける人生を歩んでほしいなって思うのでこれからも中坂美優ちゃんのことをいっぱい見て中坂美優ちゃんの好きなところいいところを1,000個 <laughs> 見つけて教えてください 一生かけてね、一生だから中坂推しです。お誕生日、おめでとう。<laughs> <laughs> あ、待って、みんなの青春話聞きたい。 青春ハイライトは好きな子に告白して振られて女友達とタピコ分け合って夜まで公園で語り合った思い出えその女友達めっちゃええやつやんいいなあ高1の時にハムを売り場に運んだなぜかそのまま売り子さんやった記憶がどういうことバイトでってことですか文化祭の準備などで共学クラスがイチャイチャしてると男子クラスはボール投げたりして遊んでましただってそれもまたね楽しそう そういえば、この前お祝いした。中ちゃんの愛を届け、つい届いてるの。ちょっといいねはできてないんですけど、ちゃんと毎日見てます。嬉しい。そう、なんですか。表現方法が独特で。<laughs> かぶりあり、え、かぶりなしだよ。かぶらないでしょ。先行くらいすぐ見つかるでしょ。高校は男子校だったので。女子校の文化祭のチケットを同級生にもらって行った時はドキドキでした。あ、いいです。青春。 返事がありませんねだって <laughs> 学園祭校庭で巨大キャンプファイヤーして周りでフォークダンスする高校でしたってめっちゃいい高校じゃん楽しそうお祝い,いありがとうございますだって一生中坂推しですよね 高校の文化祭の日は3年間サッカー部の選手権の予選があったから1回も出れてないピュン割なら1つしか出ない全部なんてねー <laughs> 高校でハム作ったのすごいね高校でハム作ったんだ体育祭の BGM 担当で生徒会の人に褒められて嬉しかったいいじゃん卒アルが心霊写真どういうこと 部活に明け暮れてたので青春らしい出来事がなかったんですいや部活に明け暮れてるのもまたそれも青春じゃない中坂は部活動やってたのが小学生の時しかないのであれですけど小学生の時はこう毎日サッカーしてる自分青春やなって感じてましたよ。<laughs> 送られたたの文化祭に招待されてめっちゃドキドキキししましたいいなあ球技大会のドッジボールで当時の彼女が自分に当たったボール取ってくれたどういうことセーフってこと <laughs> <laughs> 高校時代ジョナさンでバイトえバイトもまた青春だよねいいじゃん好きな子が文化祭実行委員にいたから用事作って入り浸ってただっておいかわいい文化祭抜け出してボウリング場に行ったのが担任にバレましただってえなんでも抜け出しちゃったのよ <laughs> 中学の時好きな子に告白できないまま卒業したなだってまあそれも甘酸っぱいですね女子校の文化祭に行って女の子と腕相撲してますそれもよくわからんですね文化祭準備終わり好きな子と一緒に帰ったドキドキが懐かしいいいじゃんいいじゃんセッションえー、いいなーフェンス金網の穴なん <laughs> でみんなその抜け出すの文化祭を <laughs> 文化祭ととかか照明係とか裏方でしただっいいやそれもよくないですか照明照明もちょっと憧れてたよね音響と照明はちょっと憧れてたよねスポーツ得意な彼女と初めてキャッチボールしてなんであんだが上手なのって怒ってて可愛かっただって可愛 <laughs> いい,いいな 修学旅行抜け出したってどういうこと <laughs> えー、いいななんかみんながすごい楽しそうな青春を送っててちょっと悔しいから私も今年頑張る <laughs> 今年の目標文化祭に出ることなんで <laughs> 皆さん応援よろしくお願いします友達が少人数の部活だったから4つくらい掛け持ちして助けてましただってすごっあれですね「ゆゆゆ」<laughs> 出ちゃこな,いーなんちゃらかんちゃらかんちゃらリティみたいなやつですね <laughs> 青春楽しむ <laughs> <laughs> ユーティリティあそれかなそれそれそれ <laughs> ちゃんもうまあ、あがち間違ってはないかもしれないですね。あっという間だよね。そういう時ってね。いいですね。いいなあ。うん、なんかわかんない。ちょっと今こうか。みんなの話を聞いて、パってこう振り返ってみて、ハッピーのさ、話を探そうと思ったんだけど。なんか一番最初に出てきたのが全然ハッピーじゃない話で。<laughs> 面白いなって思いました。自分。<laughs> 何気なときも振り返ってみると青春よねいやそうなんですよそうなんですよねうんそうですね修 <laughs> 学旅行の夜に女子部屋に行って騒ぎ散らかしたのもいい思い出だって。 まあそういういの全くなかったですねなぜなら私のクラスはあの卒業式の日に担任の先生に「男子と女子の中は決して良くはなかったけど」ってもうすんごいいろいろあったんですもう体育祭でもめてみたいな合唱校はなかったけども揉めにもめた男子と女子で対立しまくったクラスだったので <laughs> 全然なんかそんなね漫画のような話があるわけもない。 FC 4位浮上小学圏内まで勝ち点あと、6? うわーすごい次はホームゲームですからね絶対勝ちましょうそう体育祭はめっちゃぶつかったんですねめっちゃぶつかってもう超もめにもめまくったんだけど最終的にめっちゃ一致団結してたこれは青春ですね振り返るとあー青春 好きな線好き,なせん好き線っこ好きなところ上げるのはパーツ上げていくしかありません中 <laughs> ちゃんの頭蓋骨が好き中 <laughs> ちゃんの左腕のこの手首の血管が好き <laughs> とか <laughs> 一番青春なパターン、まあ、ほぼ蚊帳の外人間でしたけど私はでもその,その周りの雰囲気がいいからなんかこっちもねいい気持ちになりますよね <laughs> はいフフ <laughs> みちゃん1,000個言ってもらえたとして覚えられそうやがま覚えるよさもちろん永ちゃんの永ちゃんの髪の毛の15,642本目の毛が好きフフフ 授業式で泣泣いいててななさそう泣いてないみんな泣いてたけど泣かなかったね女子はマジで全員泣いてた私は泣かなかったけど一ってきも涙がねなんかもうそれはそれで気まずいよねうんそう 気まずくな席替えで大盛り上がりしてたの赤外で大盛り上がりでも席替えも基本的に学校休んでて次の日行ったら変わってたんですよね中学も高校も号泣だっていいなそれはでもさやっぱいい青春送ったからこそじゃないですか。 レポート思い出すんだ泣けるよ <laughs> もう体育のその日々すらも青春ですよね今日はお歌はなしお休みしまーすあの子の隣の席になりたいとかなかったえなかった 私はえっとえっどこの席になりたかったかな特になかったね全く <laughs> でもなんか中学2年生の時はあのー、なんかあそ,そんなにそのもう忙しくすぎて行けなかった時期があったんですけどなんかそしたら席替えがなんかもう後ろの方になっててなんか後ろの方は結構学校休みがちな子が。 なんかもう後ろ一列そのその列みたいになっててなんかだからたまに学校に猫いるじゃないですかフルでそ <laughs> うするとなんか一人ぼっちみたいになっててちょっと寂しかった記憶はあります <laughs>。それもまた青春 なかちゃんの初恋はあれですよ保育園の先生でしたでもなんか今となってはもう結構マジで <laughs> おこおこしてる <laughs> ですそうパパ坂さんじゃないですパパ坂さんかっこいいって思ったことはないですはいそうなんか 優しそうな先生だったんですけど優しくなかったからなんか今とななっっっててめっちゃ怒ってる <laughs> なんか当時はそんなねそんな感情も抱いてないくらいもちっちゃかった4歳とかの話なんであれですけど今はもう今となってはねもうだから14年経った今もうめっちゃめっちゃもうちょっとちょっと好きじゃないくらいまでいってます。<laughs> はい。パパ坂さんと昨夜対戦しました。あ本当におめでとう。<laughs> そう。思い出し怒り、思い出し怒りです。<laughs> なんかあったの、何かあったんですよ。何があったかっていうと、中坂の四歳の頃に、顔面から床にダイブいたしまして <laughs>。あ、ここ。 人中っっってて言うんんでですすここをパックリ切ってしまったんですねピシッて横にもう出血は止まんないしめちゃくちゃ痛いしで、ね、ここってまあ喋るとさこう当たり前なんですけどこう伸びたり縮んだりするじゃないですかだからもう喋れなかったのなんかもう口もこんくらいしか開かなくてもお茶もストローお茶をストローで飲むことしかできないレベルにもうダメだったんですよ でも痛いいから喋れないしかも最悪なことはね重なるもので口に3つくらい口内もできててもう,もう何も食べたくない何も喋りたくないみたいな状況の時があったわけですよだからもう喋るのも「ふん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 ,ふんみたいなこんな感じだったわけですよ何も伝わらないじゃないですかでまあ4歳ですから文字も書けない言葉も喋れない でなるとやっぱさ先生もさ大変だと思うんですよだって何十人って子どもを見てるわけですからそんな中でねこんな子がいたらさそう思う気持ちも分かるんですけど当時の中作からしたらちょっとそのうってなったのがなんかな何かお願いしてたんですよ先生に「<laughs> みたいなでも何言ってるか分かんないじゃん。 うん、私も今となっては分かんねえよって感じだけどなんかちゃんと喋ってくださいみたいなちゃんと喋るまで何もしませんってその先生に言われていや当たり前なんですよだって「ふンふンふンふふふみたいな言っても「あの何言ってんのこいつ」ってなるじゃないですか <laughs> だから <laughs> あの分かるんですけど 言われててしまってでも私だってこう喋りたいけど喋れないんですよ。<laughs> 私だって喋りたいけど喋れないからだからそ,その気持ちがすごくムズムズしてます。<laughs> そうそう <laughs>

ふんふん,ふん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 9文字ですね今夜は焼肉だよあいいですねあすごい正解の人がいる正解はパレオはエメラルドでしたすごい合ってる人がいたんだけど感動 すごいね今の分かったんすごいもう一音やるもう一音じゃあちょっと長くします今9文字だったもんねいきます <laughs> 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 もう一回いきますよ

<laughs> あー正解正解は SKE にやってきた元気娘でしたあこれ結構分かった方多いですねえ <laughs> 難しいの分かった行きます何にしようかな <laughs> 焼肉屋行ったのいいなちょっと待ってねじゃあ超難問 <laughs> 絶対にわからないと思います行きます

ヒントはヒントはそうだな <laughs> 難しいヒント長坂はあんまこういうこと言わないまる <laughs> さんじゃないですもう一回行きますよ <laughs>

よあなた、あなた、惜しいよ、とても惜しい。じゃあ、おしいかかたかいとかもうちょっと待っとかな <laughs> あ、違います。では、正解発表正解は。 いなりんでボコボコにしちゃうよでした教えー,ー <laughs> い方いたよね言いそうだけどね言わないよ私そんなこと言わない言わない <laughs> 充電あるかなちょっと怖いからつけたままにしとこうということでそれでは終わりたいと思います <laughs> <laughs> ローサやめてローサえー、プリンさん真珠眼鏡女の子さん眼鏡女子さん ココナッツカッパさん、シンジュルルンネコさん、結婚してん。オオマシャン、シン、えー、チアノゴさん、ハート、ハート。ピプップさんン、トランのオンプシロのクマさん、シンジュルンルンネコさん、ハート。黄色の巨人さん、ハート。ピプップさんレネインボー、ガロウさん、ココナッツ <laughs>、えー。ネギトロさん、トロピカルジュース。水野さルムムマンサキさん、ネインボー。えー、ガロウさん、南の島、ありがとうございます。そこにもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。イエーイ ありがとう。<laughs> ありがとう。いやい。じゃーん。なんか今日いつもより目がちっちゃく見えますね。では消えちゃったね。 ね、きますチアのゴさんハイビスカスガロウさんヨットペンギンネギトロさんハイビスカス水野さんにブブンすぎさんハイビスカスガロウさんトロピカルジュースシャアさんネイモーベイビーさんハイビスカスパチパチネギトロさんアロハ水野さんにブンブンすぎさんヨットペンギンミオタンさんココナッツガロウさんハイビスカスハイビスカスシルルルンさんトロピカルジュース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 ココナツココココナツココナッツ ええー、ガロウさん、ハイビスカス、チアノコさん、アロハー、アロハ、ガロウさん、アロハ、無意識の色さん、ココナッツ、えー、メガネジュースさん、レインボー、カッパさん、ハイビスカス、ガロウさん、トロピカルジュース、チアノコさん、アロハ、メガネジュースさん、ココナッツ、ルンヌネコさん、結婚して、ピ,ピューフィッピさん、レインボー、ガロウさん、ココナッツ、ネギトロさん、ハ <laughs> トロピカルジュース、水谷ム捨てさん、レインボー、ガロウさん、 南の島、BB ビ,ビーさん結婚して、お疲れ、ネギトロさん、ハイビスカス、オーマーシャン、黄色んだるま、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとう。見えてる、見えてる、どうにか。<laughs> どうにか、どうにか。でも、この距離には見えます、全然。 前夜祭いいな前夜祭中坂美恵ちゃん独占読めてるよ阻止だよでは続きまして今日の中身ゆ73位はペネイトシャンシャンのアバターのフフフンさんですありがとうございます <laughs> ありがとう <laughs> トロピカルジュースはもう万全ですね万全ですね相変わらず呼吸してるかなぞなくらい早口がすごいということで長坂早口言葉超得意なんですよ例えば何でも言えますけど何が言ってほしい言葉あります十分時間ないのに早口言葉言おうとということで今日の20位から10位の方を読みますいきますわいきます せーの中坂さんうさぎさん虫ラスカルさんモモタンコリラックマさんネギネギさん変わっちゃったいませーの中坂さんうさぎさん虫ラスカルさんモモタンコリラックマさんネギネギさんウキさんイチゴさんあり,ありがとうございますありがとうございます モーメのアプリの不具合なのかわかんないけど届いてないんだって今日メール送ったよ3通送りましたワナナの謎はまだなぞなぞなぞだぞそれっぽい雰囲気出てますからねということで13位フフフフさんありがとうございますハムスターカリ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 ー12位フフフフさんありがとうございますピッピーフユッピー一つも来てない

6位、ふんふんふんさあありがとうございます。ヤッホー。5位、さあありがとうございます。シ4ルルルフフ、さんありがとうございます。水のサリウム、ブンブンサギ。ブンブン。3位、さあありがとうございます。ガロさん。2位、さあありがとうございます。ベイビーベイビーベイビバブ そして今日の一位はせーのネギトロヘイオマチからの今日は特別にウニもヘイオマチありがとうございますということで4120人の皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたなんとあのー、アプリの方 メールが届いていないみたいなのでちょっと聞いてみますね皆様でひ問い合わせてみてくださいお手数ですけれどということでえ今日は、えー、最高の教師放送日ですもう私はこれ楽しみに1週間頑張ったと言っても過言ではないことはないですけれども今日もこれを見て <laughs> 寝たいと思います 今日は早く寝るぞえいやいやそれでは終わりたいと思いますせーのダイちゃんじゃんけんポンあっち見てほい今日の合言葉はうんワクワクということで、えー、メールに送ったんですけど今日この後とかわいい画像を載っけるのでツイッターにフォローしてくださいバイバイおやすみ明日の配信も夜だよバイバイ